こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、保証と抗弁に関する内容を解説させていただきます。条文の内容だと、すごく分かりにくいんですね。で、実際一般的な解説についても条文をそのまま解説に書いてある場合があるんですよ。で、そうすると結局何言ってるのか分からないということになりますので、今回はその内容を噛み砕いて具体例を入れながら解説させていただきます。で、内容なんですけれども、保証人は主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗できる、こういったルールがあるんですね。これ条文、そのままです。少しちょっとこの辺が違うんですけども、内容的にはそのままなんですよ。で、ある程度もう勉強されたことがある方、法律について勉強したことがある方については、もうこれを読んだだけで、内容はある程度わかるんですよ。でも一方で、まだ勉強したて、また民法が苦手な方についてはこれを読んだところで何を言ってるのかわからないということになるんですね。なので、ちょっと噛み砕いて解説させていただきます。まず、保証人、主たる債務者、債権者っていうね、3人がいるわけだから、この3人がいるんだってことは、まずここからわかりますよね。保証についての内容ということもわかると思います。で、ポイントとなるキーワードがこれ、抗弁なんですよ。抗弁で、抗弁ってどういう意味かっていうと、イメージとしては反論とか拒否とか、そういった意味合いです。で、また対抗できるっていうのは、主張することができるって言い換えてもらって大丈夫です。つまり、保証人は主たる債務者が主張できる、反論する権利だったりとか拒否することができる権利、これを使って、持ってっていうのは使って債権者に主張することができるっていった感じです。ちょっとこれだけではまだ分かりづらいので、ちょっと具体例出します。例えば、 A さんが売り主、 B さんが買い主とします。A さんが土地を B さんに売りました。売買契約を締結しました。そうすると、 A さんは土地を売ったわけだから、引き渡し債務を持ちますよね。土地を引き渡す義務があります。一方で、 B さんは土地を買ったわけだから、代金を払う債務を負います。代金支払い債務ですね、負います。で、通常これは同時履行の関係にあります。まず、履行っていうのは債務を果たす、義務を果たすっていう意味です。つまり、 B さんで言ったらお金を払うこと、 A さんで言ったらこの土地を引き渡すこと、それが同時だって言ってるわけだから、これを同時に行うわけです。 A さんは土地を引き渡して同時に代金を支払うという関係にあるということなんですね。で、ここで B さん、お金用意できましたにもかかわらず、 A さんは土地を引き渡しません。そういう状況で、 A さんが B さんに対してお金くださいよと請求してきました。この場合、 B さんっていうのは、いやいや、土地引き渡してくれないのであれば代金は払いませんよっていうふうに拒否することができるんですね。これが抗弁です。ちょっと勉強したことがある方だと、同時履行の抗弁権っていう言葉を聞いたことがあると思います。この債務とこの債務は同時履行なんだから、相手がこの債務を履行しない、つまり引き渡してくれないというのであれば、 B さんとしてはこの債務を履行しませんよ、つまりお金を払いませんよっていうふうに拒否することができる。これが同時履行の抗弁権と呼ばれるものなんですね。拒否することができる権利っていったイメージで大丈夫です。で、ここでちょっと上戻ってもらいたいんですけども、保証人はこの主たる債務者が主張できる抗弁、これを使って債権者に対抗できる、主張することができるって書いてあるわけですよ。つまり、今債務者っていうのは B さんですよね。主たる債務者は B さんです。 B さんが主張できる抗弁っていうのは、今言った同時履行の抗弁権の話です。これを保証人は債権者に主張することができる。つまり、保証人である C さんは債権者 A さんに対して同時履行の抗弁権を主張することができるって書いてあるんですよね。これはつまり、 A さんがこの土地を引き渡さない状況で、B さんに代金支払ってくださいって主張したところで、 B さんはいやいやいや、引き渡してもらってないんだから払いませんって同時履行の抗弁権を主張することができます。つまり、支払いを拒否することができる。で、一方で、 A さんがじゃあ保証人である C さんに対して、 C さん、あなた保証してください、代わりに代金払ってくださいって請求しましたと。その場合、 C さんは B さんと同じように
この同時履行の抗弁権、 B さんが持っている同時履行の抗弁権を使っていやいや払いませんよって主張することができる、対抗することができる、これが今回の内容なんですね。まあ、具体例を考えたら、まあ、それはそうだろって思えますよね。引き渡してないにもかかわらず保証人が払うっていうのはおかしいじゃないですか。 A さんが B さんに土地を引き渡したというのであれば、それは保証人である C さんはこの支払い債務を保証しなければならないわけで、払わなければいけないっていうのはわかるけれども、引き渡してないのであれば C さんそんなまだ払わなくてもいいですよね。まあ、少し考えてみたら当然の話です。でもこうやって条文の内容をそのまま見る、また解説の内容そのまま読むと、なかなか言ってることが理解できないと思うんですよね。だからこういった部分をちゃんと具体例を考えながら噛み砕いて頭に入れていく、これが理解学習なんですね。理解学習をやっていかないと、やはり解説を単に丸暗記したところで本試験で得点はできません。ちょっとひねられた問題が出たりするとそれで解けなくなっちゃう。全く同じ問題が出たら、それは過去問の内容だから解けるとは思うんですけども、まあ、本試験は少し変えてくるわけです。で、少し変えてきた時に解けないっていうのは、理解していない証拠なんですね。なので、勉強したら、ちゃんとそれに関する問題については、引っ掛け問題であったとしても、応用問題であったとしても、やっぱり特定したいところなんですよ。そのためには理解をする。今言ったような具体例を頭に入れていく。噛み砕いて頭に入れていく。これはすごく重要なんで、ぜひ日頃の勉強から、こういったことを意識して勉強していただければと思います。で、このような理解学習については個別指導で行っておりますので、もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。